献上魔女として家系大に送られ、後に私は彼の死を知る。虐げられた者同士が傷を舐め合っただけの幼い恋だと君は笑うだろうか。やがて走り出す夜の復讐劇、第7の地平線、物語は続く。さあ、お父上がお待ちです。
人が生きる物語を遥か彼方から見下ろし巡り巡る季節の果て愛の断りを知る夜桜に君を隠して新たな道へ無情な選択美しさもなく悲劇だ。偽物
어.